まあ、種目でいうと親戚ですから、アメリカンフットボール、はい、これがアメリカンフットボールになると、業界の方分かりますよね、スクリメージ当たり前に使いますよね。これ同じですね、スクラムですけど、えっと思いますね、スクラムってことはなんか語源ありますね。語源は全部英語前提の語源です。スクラム、スクラムブレイク、まあごちゃごちゃになった小競り合いっていうことなんですよ。私も結構スポーツ好きで、ラグビー関係者もお話しする機会多いですけど、スクラムにおいてごちゃごちゃの小競り合い論ってなかなか聞かないですよ。同じです。スクランブルが語源で、スクラムとなり、スクリメージとなりという一つの例でした。はい、まあ、語源、このラグビーの語源だけ言いたいわけじゃないですよ。これ何が言いたいかというと、スクラムまたはスクラムでも中でこのプレーをしますし、スクラム以外でもね、当然動きますけど、その相対でいうフォワードですね。フォワードの中にフランカーというポジションがあります。またこれを持ってどういう意味ですかって聞くわけですね。当然先ほどのこの話と関わりがあるからの貴族生活と密接ですよっていうのが話です。日本の受験英語でいうと、フランクって必ずこう基本単語出てきます。で率直なとか、直突なとかっていう話になりますけど、もうちょっと意訳すると確かにそうなんです。フランクっていうのはもともとさっきの騎士ですね。騎士が馬上から、ちょっと短いです。馬上から騎士が投げやりするんですね、武器。そのことをフランキーって言うんです。フランキーを持って出るってわけです、はい、その投げやりという武器、いわゆる騎士の世界の馬上からの攻撃武器としての投げやり、はい、このことをフランキーと言っております。ですからラグビーのご専門の方、またやってらっしゃる方分かりますけど、フランカーってスクラムのサイドについてすぐプレッシャーかけるっていうサイドですね。スクラムサイドから相手の攻撃に対して、いわゆる直進的に直突的にプレッシャーをかける一つ守備的役割、またはタックルの役割です。ですから投げやりのこの軌道みたいなところの役割としてはフランキーがあり、フランカーがある。基盤はいわゆる騎士の道具であったという話でのお話だったんです、はい、ですから各ポジション名前があり、その由来がありなんですけど、騎士生活、ナイトの生活と直結的な話でいうと、槍、はい、このことをフランキーと言いましたというような例です。もう一つ、業界の方々はね、枕言葉のように使い、ね、高校生の指導なんかというのは抜群の言葉ですし、我々の世代でいうスポコン系のスポーツドラマで「スクールウォーズ」っていうね、まさに日本の高校ラグビーのこうブームの火付け役になったような番組なんです。私も個人的には大好きで、この50を迎える人間から見てもですね、たまに見てもまだこうちょっとリリートするようなこう思いを抱かせてくれるんですけど、ラグビーの象徴の言葉があります。ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン。いわゆる、一人はみんなのために、みんなは一人のためになってるんですけど、これ別にラグビー界が作ったわけでもなくですね、この話から言うと、はい、貴族の生活、特にこの言葉が歴史上出てくるのはここの騎士なんですね。有名なこれ文学作品がありますけど、まあ、ずうずしいですけど、おそらく業界人でもほとんど知らないと思うんで、説得力を上げるために知った方がいいと思います。三銃士です。アレクサンデル・デュマが三銃士という著名な作品出してます。このいわゆる銃士ってことは、まあ銃を持つものですから、騎士の生活の中で、彼らの合言葉がこういうことだったんです。1人は3人のために、3人は1人のためにっていう形で、いわゆる3人で1つのタッグチームを組んで目的を果たすという、お互いの情とね、友情との一つの標語としてね、3人で運用された言葉らしいんですよね。まあ全部じゃなくて、1人は3人のために、3人は1人のためにみたいなことなんですけど、それがいわゆる騎士として、または、貴族として生きる、その何でしょう、哲学ですよね、いわゆる自他利他みたいな世界の象徴はワン・フォー・オールなんですね。それが栄養的に軍人の精神構造みたいにして使われていくわけです。いわゆる部隊のためにもっと言うと、日本で言うと、はい、お国のためにみたいな話になるわけでございます。はい、ワン・フォール・オール・ワン、実はアレクサンダー・デュマの三重詩の中の発想考え方が騎士の象徴であるというところで、近代スポーツになんかそれっぽい標語として運用されてきた裏側があります。おそらくですけど、ここでも言っちゃいますけど、知ってる人いないんです。でもこれぐらいの語源から見て、いや英国スポーツですから、はい、成り立ちから発想から裏の精神構造からつなげてもらって、じゃあ近代のパワーラグビーね、ストレングスコンディショニングのパワーラグビーの世界まで引っ張っていってほしいな、ね、男として生きるうんぬんみたいな、最近女子もありますから失礼ですよね、いう話です、はい、これも例ですよね。いわゆる何なんですか、騎士生活の残酷が近代スポーツにたくさんの残っている。なぜかというと、ヨーロッパで起きた慣習だし文化だし。